演武開演。どうも皆さん、ゲームしていますか？ゲームをするのは楽しいですけど、画面が埋まっちゃって他のテレビとか見れなかったり、あるいは画面を取られちゃったり、そんなことってありませんか？こんな時もう一つ画面があったらなーなんていうこともありますね。で、先日そんな望みを叶えてくださるあるアイテムを入手したことができましたので、それを紹介したいと思います。 PS4 です。それがこちら、こちらのエクスペリアマウントというアイテムです。ロースタジオ、こちらエクスペリモートプレイに対応している PS4 を画面表示できるのはエクスペリアの能力なんですが、それをコントローラーに取り付けることができるということなんですね。これによってこういう風に持ちながら画面を見てゲームをすることができるというわけです。まあ、本当はここでやっていたいんですけど、それをやると多分動画が消されてしまいますので、ちょっと今はこういう感じでこういう風に映るよというところだけお見せしたいと思います。リモートプレイ自体は普通にできるのですが、コントローラーがないとやっぱり不便なんですよね。なのでこういう風にコントローラーを持ち歩いてゲームをするっていう人、まああんまり見ないとは思いますけど、一つの選択肢としてはありだと思います。こういう風にどこでもプレイできる、そういうプレイスタイルもいいものですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。